タリアスプロモンテ選手ですね。イタリアスプロモンテ選手ですね。始まりました。さあ始まりました。はい、このアスプロアスイタリアアスプロモンテ選手はあれですね、ロンドンオリンピックの、はい、イタリア男子フルーレ団体の優勝メンバーです。金メダルの優勝メンバーですね。そうですね。代わってフランスのロジャー選手、ロジャー選手はまだ若い若手ですね。自分と同世代の。そうですよね。あの昨年までジュニアで活躍してた、プレーしてましたね、はい、今年からシニアに来たの、はい、来ました。それにしてもレベルが高い選手ですね。あ、うちのクラブの4歳の子が来ました。はい、そう、ロジャー選手 1点。あ、ここでアスプロ、イタリアスプロモンテ選手のポイントが入りました。ベテランと若手の戦いですね。そうですね。やはり勢いのあるロジャー選手が有利かと思いますけど。あ、うまい、うまい。アスプロモンテ選手アタックが決まりました。3対2。あれ、アスプロモンテ選手もそうですね、ベテランながら熟練した技が光りますね、はい、申し遅れました。グリーンピスト実況を担当しております、リッツフェンシングアカデミー川村聡です。はい、菅原光平です。はい、菅原選手も一緒に来て解説実況を進めております。はい、これが最後の、ベスト16がをかけた最後の試合予選ですね。あ、そうですね、はい、これロジャー選手が入ったら初のベスト16進出じゃないですかね。そうですね、勝った方がベスト16ですよね。そうですね、はい。うわ、上手ですね。走っていって距離を詰めて近い距離に手を畳んでつくっていう。うん、どこも熱い試合ですね。そうですね。菅原選手、ロジャー選手と対戦したことありますか？私はないんですけど。ないですか。はい、同じジュニアの遠征で何回も、はい、見ているんですけど、やっぱり安定してますよね。そうですね、はい、攻守どちらも、うん、身長も高いですしね、はい、やっぱ懐が深いんですよね。あ、アスプロモンテ選手の払ってからの攻撃が決まりましたね、はい、肩口に。うん、やはりさすがこうベテランの技ですね。そうですね、どっしり構えてやってます。あ、上手ですね今のも。あ、しかし、あ、フレーズに文句を言ってたんですね。
アスプロモンテ選手はこうのあれですね、様子見ながらこう進めてますよね、距離とか剣を叩きながらとか、はい、反応を伺ってますね、はい。世界各国どの国も若手選手がだんだん力をつけてきてあのレベルが、ね、上がってますよね。そうですね、まあ、自分はジュニアの選手なんですけど、やはりジュニアの世界のレベルが相当高くなってますね。そうですね、なかなかロジャー選手が話そうとするんだけど、アスプロモンテ選手が熟練のこう技で、はい、なかなか話すの許してくれません、ね、そうですね、競ってる試合が、はい、ポイントが続きます、はい。ああ、リポストをしようとしたんですけど、わずかに届きませんでしたね。そうですね、アタックが入りましたね、はい。判定が分かれるところだと思います。アスプロモンテ選手を取れました。審判はアスプロモンテ選手の払ってからの攻撃を取りました。そうですね、はい、あれ、あの辺は審判の好みが分かれるところであります。そうですね、どっちが叩いたのか払ったのかというところを判断して、はい、で審判の肉眼での判断ができない場合はあのビデオ判定というのがあって、あれですけど、今のはどちらも要求しませんでしたね。はい、またアスプロモンテ選手のアタックが決まりましたね。なかなか競ってる試合が続きます、ね、グリーンピスト続いています。アスプロモンテ選手もロジャー選手もやっぱり長身ですよね。はい、どちらも背がでかく体格もいいですか、うん、うまい。おお、また腕を回して腰から突くという上手ですね、やはりロジャー選手。はい、ここはグリーンピストですが、グリーンピストの中継ですが、チャンネルでピストの解説も実況聞けますので、プラスとマイナスでチャンネルが変わります。プラスを長押しすると音量が変わります。各チャンネルごとに魅力的な実況をお待ちしておりしていますので、どうぞ他チャンネルも聞いてください。はい、こちらグリーンピスト、なかなか競ってる試合です。イタリアアスプロモンテ選手11対10、ロジャー選手が1ポイントリードしております。また追いつきました。これはアスプロモンテ選手に攻撃がないくて、ロジャー選手、そうですね、今のはフランスロジャー選手のアタック攻撃優先権を審判は取りましたね。それに対してイタリアプロモッチ選手はビデオ判定を申し出て今ビデオ判定をやっております。
今どっちでしょう。今のは自分はロジャー選手の当たりだと思いました。あ、私もそう思います、ね、そうですね、変わらないんじゃないですかね。審判通りかなとは思うんですが、この辺やっぱりロジャー選手のアタック、初めて2点差つけたんじゃないですかね。そうですね、はい、ロジャー選手が終盤2本リードしました、はい、今ここで行われている4試合でベスト16掛けの試合が全て終わります。つきました。そうですね、アスプロモンデ選手アタックが綺麗に決まりましたね、はい、また12対12、これはもうあと3本わからないですね。なんか、ロジャー選手若手頑張ってます、はい、勢いあるまま行くのか。あ、え、これも16掛けじゃないですか。今16やってるんですよね。はい、1セット目終わり。グリーンピスト今、1セット目終わって1分間のこれが16ハーフタイムに入ってます。12対12。この試合が勝った方がベスト16に進みます。ブルーピストは誰でしょう。ブルーだ、アメリカマシアラス選手ですか。あ、違う、あ、そうです、マシアラス選手とアブラカシム選手です、ね、あ、そうですね、アブラカシム選手が2点リードしています。はい、こちらグリーンピスト2セット目が始まります。フランスロジャー選手、イタリアアスプロモンテ選手、12対12からスタートです。このセットで決まりますね。あ、いいアタックが入りました。ロジャー選手、この一発っていう感じの、はい、アタックでね、完璧でしたね。あ、しかしここはベテランの切り返し早いですね。渋い、あそこ逃さなかったんですね、はい、ちょっとロジャー先生が躊躇したところを、隙を、おー、うまい、接近戦と腕をうまく畳んでつきましたね。この試合結構、はい、ロジャー選手は、ロジャー選手が14ポイント、あと1本です。おお、日本と先にノンバラを取りましたね。そうですね、そうですね、14対13。ロジャー選手の後ろについているコーチはレフォート選手。そうですね、ね、レフォート選手です。わー、アタックですね。あー、リポスト取りました。これはビデオ判定を受けしたんじゃないでしょうか。アタックノンパラード、リポストノンパラか、
アタックがついたかという判定ですね、はい、ロジャー選手のアタックが一発でついたか、それともアスプロモンティ選手の払いが先についたかのビデオ判定を今行っております。この得点でのこの判定は微妙になります、微妙ですね、はい、慎重になりますね。勝負が決まるポイントですからね。はい、リポストアスプロモンテス選手の払いかなっていう感じもするんですけど、確か言われてですよね、アタックが継続取りましたね、はい、やはり、はい、あのまま入ってたと思いました。うーん、ちょっとランプつくのが遅い感じしたから、そうですね、うん、ノンなのかなとは思ったけど継続はされてる感じでしたよね、気合いがゆっくりでもらえながら、はい、